はい、えー、今回もメールをいただきまして、ちょっと補足させていただきますね。えー、私の方からお伝えしたこと様々あったと思いますけども、一つの動画に対して作品を作るつもりで情熱を傾ける。これはまあ言われるまでもなくやってると思います。動画一つですが、まあ人のね、時間を奪うために作られてる動画であり、やっぱりね、お金をいただこうとしてる動画であるというのは、あの、YouTuber としては動かせない事実だと思うんですよ。 ですので、お金に引き返してもいいような内容で作っていく必要がありますよね。もちろん、内容っていうのは、突き詰めれば、もう本当に完成度が高くなれば高くなるほど、キリがないものだと思いますけども、だからこそ、これでいっか、みたいなやつではなくて、要はこだわり抜いたものをね、作り続ける必要があるのかなと思います。そうなってくるとね、作った後に、ま多少の疲れっていうのは出てくると思うんですよ。 まあですんで、やっつけ仕事じゃなくて、2手先、3手先をね、やっぱ考えたものにしておく必要があるかなというところですね。で、全身全霊で作るなってことですよね。だから結果、慣れるまでは楽じゃないと思います。なんかね、その結構ね、稼ぐ軌道に乗るまでは、本当あれですよ、茨の道だと思いますよ。だから、駆け出しのうちに楽をしちゃうことを覚えると、その先はもう、一寸先は闇かなと思います。やってもやっても売れないサイクルに入って、そのまま、やめざるを得ないっていう状況になっちゃいますから。 で、そうなるとね、そこまで YouTube 活動やってきたものまで信頼なくしちゃうんですよ。だから結構腹くくんないといけないのは、YouTube で稼いでいきましょうって誘う方っていうのは、先に倒れることが許されないんですよね。だから私がね、これだけネットビジネスで、ああでもない、こうでもないって儲かる方法を言っといて、私が一番先にお金がなくなっちゃったらダメでしょ。うん。だから、なんかね、ああ、こう言ったらね、語弊があるかもしれませんけども、熟成さんは離脱する自由があるんですけども、私は離脱する自由がないんですよ。 だからこれからも稼ぎ続けて、今50になりましたけどもね、40から始めて。60もまだね、ネットビジネスで稼いでおかなくちゃいけないんですよね。それこそいつまで続くんだろうかみたいな。本当に70でも80でも、とりあえず稼げる力持っておかないといけないでしょうね、きっとね。 まあ私も引退することがあると思いますんで、それもね、50代のうちに引退しますから、もうあと数年しかやらないと思います、もうすでに今、稼ぐためにやってるっていうよりも、稼がせるためにやってるフェーズに入ってますので、私の方はもう、言ってみれば安全権に入ってるでは入ってるんですけども、まあでもね、気を緩めないように、これからも新しい力をどんどんつけていこうかと思います、学習意欲はね、多分現役で、宿泊してる人以上に高いんじゃないかなと思いますよね。 はい、えー、この一つの動画でお問い合わせもらうんだという強い信念を持って作るってことなんでやっぱりねコメントが入ったりとかメールでお問い合わせがあるようにならなくちゃやっぱり YouTuber とは言えないかなと思いますね YouTube で稼ぐってことは普段の何気ない動画にもコメントがついてコメント返しが追いつかないみたいなレベルになってくると思うんですよ実際私もコメントが追いつかないですよハートマークすら押せなくなりましただからねチャンネル登録1万人を超えたあたりからだんだんと過去の動画も再生されたりとかね それから最近ねシショョーートトト動動画画をやってるんんででにコメントつくんですよもうショート動画はねいつまでたっても上がってくるみたいなんで再生数上がるのは嬉しいんですけどもまあコメントがもう追いつかないですねそんななんかね問い合わせとは言わないんだけども視聴者さんのアクションにもう対応できなくなってくるレベルになってくればもう自然と売り上げが立っている状態になるんじゃないかなと思いますね はい最終的に稼ぐにつなげていかいけないのでやっぱりそこにつなげていかないといけないんですよね、うん、だからねやっぱね私たちは1日働いて働くっていう表現が適当かもしれませんけども1日 YouTube の活動してきて今日の売り上げが立たないっていうのはやっぱりできてないってことだと思うんですよそれこそコンビニ店員さんの例出しましたけどもコンビニで時給ね700円とか800円で働くわけですよで1日働いたらだってもう日当発生するじゃないですか 私たちは何なんですかってことなんですよ。コンビニの仕事が、例えばサラリーマン仕事が嫌で今の仕事に入ったはずなのに、今の方が稼げてないじゃないかっていう現実がね、突きつけられてるような気がするんですよ、そこには。だから負けてたまるかって気持ちは、やっぱりね、もうあの仕事に戻ってたまるかとかね、自分で選んだこの YouTube っていう仕事、世界一の企業とタイアップしてやってるこの仕事が一番なんだと。 いいいうな思いとそれを実現させる日々っていうものをね持ってておかなくてはなくとというところがありますね。で、えー、YouTube の塾をやってるってことは YouTube で稼ぎたいと思ってるすでに YouTuber をされてる方が来る例が多いと思いますんであのその方にねあの YouTube の再生数が伸びないとかチャンネル登録が伸びないみたいな、ね、ネタがないとかいろんな困ってるところが考えられると思うんですよ。 で、もしかしたら自分自身も YouTube に行き詰まってるところがあるかもしれないんで、自分の問題を解決するためにも、人の問題を解決していくほどに貪欲になった方がいいと思います。ですんで、自分の感想を言ってる暇はないんですよね。今日はどの問題解決に対して動画を作っていこうかなってことの連続で、一日と終わっていくと思うんですよ。で、今回はね、あの、再生回数を一気に伸ばすサムネイルワード50ってのをやってきましたけども、うん、まあ、50はね、これからおいおい紹介していこうと思います。本当に。うーん。多分ね、 画像とワードの組み合わせ。これについてもあんまり深く考えたことがない場合が多かったんじゃないかなと思います。つまりこの組み合わせちゃんとできれば再生数は上がりますから。逆に言うとこれやんないから再生数は上がらないんですよ。で、動画を作ることばっかりに追われるんですよ。動画を作ることに追われるうちはまだ駆け出しですよ。サムネイルを作ることに追われないといけないんですよ。そしてタイトルを考えることに追われないといけない。タイトルは大体ね、15字とか16文字。 20字を超えたらもうそのタイトルはもう、まあ、あ,のあんまり読まれないと思った方がいいですね。長すぎて読めないタイトルはやっぱこれもねサムネイルどころの騒ぎじゃなくって YouTuber としてはちょっとコピーのセンスが問われるところなんでねやっぱタイトルを作る上で大事なのは拾い上げてもらえるようなアルゴリズムに対応したタイトルタイトルタグを埋め込んでいることと一目で読めるものですよ15字とか16文字だったら一目で読めますパッとね瞬間的に読めるんですけどもそれ以上長くなると 本当にね、読まないといけなくなってくるんですよ。で、読んで意味を理解しないといけないんで、視聴者さんの方に負担がかかるんですよね。まあ、ですんで、タイトルもきっちりと短めでね、パシッと書けるようにしとかないといけないと思います。特にサムネイルに文字をたくさん入れる場合は、タイトルに文字がまたたくさん入ってたら、もうその時点でね、離脱が起きちゃいますんでね。うん。だから、もっともっとシンプルにならないといけないかなと思いますね。で、サムネイルも大事だが、あくまでロングで伸びるのは検索流入。そう。だから、検索も、 しっかりとやっていかなくちゃいけないかなと思います。そして再生数が伸びない場合、サムネイルの入れ替えってのもやっぱり視野に入れないといけないと思いますけども、そう考えたらやっぱりやることって多いと思うんですよ。うん、で、あの、取って出しって言って、動画を作って、サムネイルも作らずにポンと投げるやつがあってもいいんですけども、うん、まあ、それもね、別の時だよ、別のところでお話ししましょう、それはね。<laughs> はい で私のやり方なんですけども短いキーワード1億稼ぐ思考とか1億稼ぐ方法とかね私の場合は1億っていうキーワードを使っていけるかなと思いますで月収100万でもいいと思いますようんでもっと言ったらね月に副収入プラス5万とか10万っていうのもこれも十分刺さりますんで月収100万っていうと本当にね雲の上の世界になっちゃうんですよ1億とかねですんで1億稼ぐとかっていうことになってくるとすでに稼いでる人に向かっての訴求なんですよ私の場合は だからこれからもう1から始める人の場合っていうのは、初心者でも稼げる3つのステップとかね、そういうタイトルでまとめていくとか、あとはね、40を過ぎてもできるネットビジネスみたいな感じでね、まとめていくってことになります。まあ、今普段はね、そういったコピーあまり使ってませんけどもね。で、タイトルは視聴者のニーズに寄せていくこと。そうそう、これはね、別の動画でもやりましたけどもね。 はい、じゃあ補足動画はこのくらいにしましょうか。あでも本当にねあの、いろいろと返信をいただきまして、私もなんか嬉しいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。それでは気になる男シリーズ、まだまだ続きますんでね、頑張っていきましょう。お疲れ様です。